テイラーギターはボブテイラーとカートリスタグの二人によって1974年にカリフォルニアに創設したギターメーカーで創業40周年を迎えた2014年には全米でアコースティックギター販売数ナンバーワンになった。日本では2008年より株式会社山の楽器が国内総代理店として全国の楽器店に卸売を行っている。1974年 創設。1994年、ボブ・テイラーの最初のオリジナルデザインであるがを発表。1996年、それまで自営でリペアマンを営んでいたデビッド・ホスラーが入社。1994年に初めてテイラーギターを手にして感動したことがきっかけで、自らリペアマンを担当したいと申し出た。2001年からすべてのモデルに、 NT ネックジョイントを採用。ネックとボディが接着されていないので音の伝達ロスがなく、取り外しも容易なためネック角度の微調整を可能にした。2002年にメキシコ工場にてテーラー専用のハードケースの生産を開始2003年にエクスプレッションシステムを開発。これによってエレアコにもかかわらず、 生音の雰囲気を損なわない運動を生み出せると人気を獲得。2006年 GS を発表。2011年にアンディパワーズが入社。10代からギター制作をしており、ボブテイラーと面識のあった彼はボブテイラー本人から継承者として誘いを受けた。返事は10年後でも構わないが、君がイエスと言わなければテイラー社は終わる。ギターを 両生するだけの会社にはしたくない。と言われたエピソードがある同年、世界で唯一エボニーを輸出できるカメルーンの材木工場を買収。それまでエボニーは黒い部分のみが楽器に使用されてきたが、綿密に調べたところ残りの9割も同質であることが判明。ボブ・テイラーは、それまで輸出されることなく廃棄されていた、この黒くないエボニーをスモーキーエボニーと名付け、 以降、フラグシップモデルの800シリーズを中心に積極的に採用している。2013年、Go ラインナップに追加。2014年、デビット・ホスラーを中心にエクスプレッションシステム2を開発。2016年、エントリーモデルとしてアカデミーシリーズを販売。2018年、V クラスブレーシングモデルを販売。これにより、100年以上にわたって様々な アコースティックギターメーカーが採用してきた伝統的な X ブレーシングでは両立が難しかった柔軟性と合成への対応を可能にした。なお、このモデルにはボブテーラーのサインではなくアンディパワーズのサインが入ったラベルが貼られている。いわゆる大量生産を目的とした機械工程ではなくテクノロジーとクラフトマンシップを組み合わせた生産を行っている。 誤差が出ないように製作できる事具や工夫がマニュアル化されていることもあり、個体差が少ないと言われている。前述のように木材調達と環境の持続可能性の取り組みについて独自のビジョンを持ち取り組んでいる。ギグバッグやハードケースにもこだわり、自社製作をしているエレアコ、アコースティック、エレクトリックという大きく分けて3つのプロダクトラインがある。 100シリーズから900シリーズ、プレゼンテーションシリーズ、またミニアコースティックギターなど、様々なラインナップがあり、ほとんどのモデルにエレアコとアコースティックの両方をラインナップしている。100から200シリーズ、およびアカデミーシリーズは、トップが単板で、サイドバックが合半。300シリーズからオール単板となっている。アメリカ・カリフォルニア州、300シリーズ以上の上位機種を製造。 メキシコ、アカデミーシリーズ100.200シリーズギターケース、ロゴ入りコースターなどを製造。レース314セ300シリーズの、スプルーストップ、オーディトリアムシェイプ、カッタウェイ付きのエレアコタイプ3、シリーズ名1、トップ材、5、6の場合は12弦ギター4、ボディ形状 C、カッタウェイのウム E。 エレアコ使用例21億329万73962017年3月29日メキシコ製2.1329.7と分解すると解読しやすい。1桁目製造工場の場所。3から6桁目製造年月日の月日を示す。8から10桁目製造番号を示す。公式日本。ありがとうございます。